2000年代以降の UK ロックを代表するバンド、アークティックモンキーズ。後編です。2005年5月、EP 5 Minutes with Arctic Monkeys でバンドはレコードデビューを果たしました。6月にはフランツ・フェルディナンドを抱えていたインディーレーベル、ドミノレコーズと契約しました。あ、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。8月、レディングフェスティバル、リーズフェスティバルのカーリングステージに出演。メディアからの注目を集めました。バンドは9月からファーストアルバムの制作に取り掛かりました。プロデューサーにジム・アビスが迎えられました。2005年10月、シングル、I Bet You Look Good on the Dance Floor が発売されました。本作は全英チャート初登場1位の快挙を成し遂げました。いや、全英1位ですやん。むちゃくちゃすぐ売れたやん、俺ら。すごいやん。この鮮烈なデビューは日本でも大きな話題となり、シングル1枚しか発売していないにもかかわらず、11月には東京でライブが開かれました。2006年1月、シングル「When the Sun Goes Down」が発売されました。本作も全英1位を記録しました。2006年1月、アルバム「Whatever People Say I Am, That's What I'm Not」が発売されました。本作はイギリスで1位を記録、オーストラリア、アイルランドでも1位、全米で24位を記録しました。また、多くの音楽メディアが絶賛しました。バンドの人気は凄まじいものになっていました。あ、どうも、ケイト・モス言います。あ、まあまあ、知ってるかな。ね、あの、モデルのケイト・モスです。いやー、アレックス・ターナちゃん、よかったよ、ステージ。あの、電話番号とか教えてもらえるかな。あ、マジっすか、電話番号っすか。いやいや、それはもちろん、はい。ありがとうございます。ある時、有名モデル、ケイト・モスが楽屋にやってきました。ケイトは、ターナーに電話番号を聞いてきました。あ、はい、ケイト・モスさん。あ、この間ありがとうございます。あ、ほんまにかけてくれたんすね。あ、え、また今度。いや、ね、ねえ。本当にかかってくると思っていなかったターナーのもとに、ケイト・モスから電話がかかってきました。その後も何度かやり取りがあり、ターナーはデートすべきかを母に相談しました。まあ、むちゃくちゃ嬉しいが、しかしちょっとなんか危険な香りもするなあ、これなあ。ケイト・モスさんとこっから続けていくのな。どうしようか。まあ、ちょっとおかんに聞いてみるか。おかん、か仮にやけども、もし俺があのモデルのケイト・モスさんとデート行くとか言ったらどう思うかな。まあまあ仮の話やけどね。まあまあ、ほなお母ちゃんも仮の話として言っとくわ。もしあんたケイト・モスとああいうその小娘とデートしてみ、悪い方向進むで。多分分からんけど、いや私は進むと思うな。私はやめといた方がいいと思うね。せやな、やめといた方がいいよな。やめとこうか。まあまあまあ、仮の話やけどな。ターナーが母親に相談すると、母はケイト・モスからの連絡は無視するようにとアドバイスしました。ファーストアルバムが話題になっている最中、バンドは5曲入り EP の制作に取り掛かりました。プロデュースはジム・アビスとマイク・クロッシーが担当しました。2006年4月、EP Who the Fuck Are Arctic Monkeys? が発売されました。ファーストアルバムからわずか3ヶ月で発表された5曲入りである本作は、イギリスのシングルチャートとアルバムチャートの曲数の要件を満たさないため、順位はつきませんでした。ほんま、なんか完成度が高いアルバムを作ったら作ったでゴーストライターがおるんじゃないかみたいなこと言われてもたからな。ほんま、いっぱい曲かけるっていうのをアピールするために
すぐほんま EP 出したったわ。ほんま。ファーストアルバムから完成度が高かったことでゴーストライターを疑われたり、音楽業界が仕掛けたハイプだといった噂が流れていました。まあさらに言うと、こうな、もうみんなあんだけのファーストアルバム作ったら、当分はもうツアーでアルバム何年か出さへんやろうと思ってる、そのを逆に裏切るためにすぐ EP 出したら、今度も出したで、ほんまもうなんか金儲けしか考えてへんのちゃうんかみたいな言われてる。なんかつらい。この短いスパンでの発表は一部から金儲けとの批判も受けました。4月には来日公演が行われました。あかん、みんなちょっと俺もしんどいかもしれない。ちょっともうツアー無理かもしれない。ま、マジか。まあな、うん、しゃあないわな。その後行われた全米ツアーの前にベーシストアンディ・ニコルソンの活動休止が発表されました。あ、どうもニッコマリーです。よろしくお願いします。6月にベーシストとしてニッコマリーが加入しました。2006年8月シングル Leave Before the Lights Come On が発売されました。本作はオマリーが初めて参加した作品になりました。全英4位となり、初めてチャート1位を逃しました。バンドは12月からアルバムのレコーディングに取り掛かりました。プロデューサーにはジェームズ・フォードとマイク・クロッシーが迎えられました。2007年4月、アルバム「フェイバリット・ワースト・ナイトメア」が発売されました。前作を進化させた音楽性の本作は、ファンからも歓迎され、全英1位、全米でも7位を記録しました。シングルカットされた「ブレインストーム・フロレセント・アドレセント」もヒットしました。バンドは6月グラストンベリーのヘッドライナーを飾り、8月には日本のサマーソニックでヘッドライナーを務めました。2007年12月にマンチェスターのアポロで行われたライブは映像化されました。よ、親友、一緒にちょっと別プロジェクトでアルバム作っか。だな、親友。2008年4月ターナーは友人であるラスカルズのボーカルマイルズ・ケインと結成していたサイドプロジェクトラスト・シャドー・パペッツでアルバム「ザ・エイジ・オブ・ザ・アンダーステートメント」を発表しました。ジョシュ・オムさん、クイーン・オブ・ザ・ストーン・エイジのファンです。マジファンです。あ、マジでありがとう。今回俺プロデュース頑張るわ。バンドは2008年後半から新作に取り掛かりました。プロデュースはクイーン・オブ・ストーン・エイジのジョシュ・オムとジェームズ・フォードが担当しました。2009年8月アルバム「ハムバグ」が発売されました。ダークでヘビーな音楽性に変化した作品になりました。批評家からは新たなチャレンジと肯定的に受け入れられたものの、ファンの評価は賛否が分かれることになりました。イギリスで1位、アメリカでも15位を記録しましたが、売り上げは前作の半分程度でした。2009年頃、ロックシーンは停滞していました。バンドはツアーを2010年4月に終了しました。2011年1月から始まった新作の制作には、プロデューサーとしてジェームズ・フォードが迎えられました。3月にヘルダースがボーカルを取る楽曲「ブリック・バイ・ブリック」が公開されました。5月には先行シングルとして「Don't Sit Down Cause I've Moved Your Chair」が発売されました。2011年6月アルバム「サック&シー」が発売されました。全英1位、全米14位になりました。評論家からは前作よりもおおむね高評価を得ました。7月にはフジロックフェスティバルにヘッドライナーとして出演しました。
いやどうこれ俺の新しいスタイル、いやいやもうかむっちゃええやん、むっちゃええ感じやん、今のこう俺たちのなハードめな見た目のこう変化ファンも受け入れてくれると思うわ、うん、この頃からターナーのファッションが革ジャンやリーゼントに変化していきます。2012年3月からは当時アメリカで人気のバンドだったブラックキーズの前座としてツアーを回りました。2012年2月バンドは Are You Mine という楽曲を発表しました。この楽曲は好評でアルバムへの期待が高まりました。2012年7月バンドはロンドンオリンピックの開会式に参加。 I bet you look good on the dance floor とビートルズの Come Together を演奏しました。オリンピックの開会式に出演した後バンドは新作の制作に着手、レコーディングは過去最長10ヶ月に及びました。レコーディングにはジョシュ・オムがコーラスで参加しました。2013年9月アルバム AM が発売されました。ヒップホップ、サイケデリックロック、ブルースロック、ヘビーメタルなど様々なジャンルの音楽からインスピレーションを受けた作品になりました。全英1位、全米6位になりました。評論家からも高い評価を得ました。2014年、バンドはアルバムツアーを行い、その後、活動を休止しました。まあまあ、一旦ね、これでちょっと活動休止かな。俺もまあ、親友ともう一枚アルバム作ろうかな思ってるし、お疲れい、お疲れい。バンドは2017年9月からアルバムのレコーディングに入りました。2018年5月アルバムトランクイリティベースホテル&カジノが発売されました。全英1位、全米8位を記録しました。前作の世界的な成功を受けてターナーは作家活動に支障をきたしていました。この経緯もありギターを控えて制作された本作はジャズやソウル、1960年代の映画など様々な音楽から影響を受けて制作されました。アルバムは新たな音楽性を提示したことによって評論家からは高い評価を得ましたが、ファンからは賛否が巻き起こりました。まあまあ賛否ありますが、まあ、自分たちのね今やりたい音楽を追求していく、これも大事な姿勢ですな。これな、2021年から始まった新作にも2枚目からプロデュースで関わっているジェームス・フォードが迎えられました。2022年10月アルバム「ザ・カー」が発売されました。前作の作風を進化させた作品になりました。全英2位、全米6位を記録しました。2023年、バンドはグラストンベリーフェスティバルのヘッドライナーとして出演しました。また9年ぶりとなる来日公演も行われました。2000年代、ストロークス以降のバンドとして活躍した後、近年は様々な音楽性を吸収して進化を続けているアークティックモンキーズ。今回は彼らの結成から現在までの活動を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。